人力プロペラ機タイムトライアル部門。機体が 100m 先のスタートラインを通過した地点からタイムを計測、そして 1km 先にある3つの折り返し地点のいずれか1つを旋回して再びスタートラインに戻ってくるまでのタイムを競う。人力飛行機が初めて時間との戦いに挑む新競技だ。新しい船出、さあハヤブサのように舞うか。今テイクオフ、スタートしました。さあ何分、いや何秒で帰ってくるんだ。スピード、テクニック、全てが必要になってきます。もちろん体力も必要です。左の1キロ地点向かってる。さあ頑張れ、さあ頑張れ。その目印の地点、あ、今旗が振られました。1キロ通過です。旋回だ、旋回だ。新しい部門の時間の壁、いやいや行かなければならないという。頑張れ頑張れ。頑張っている、リーミット頑張っている。あ、惜しい。旋回途中に1キロの壁を越えて、時代を自分たちのところに引き寄せようというその直前、ある意味歴史の扉は半分開いたのかもしれない。現在プラットホーム上はチームエアロセプシー、パイロットは中山博之さんです。今までの記録は 23,688m24 ということで、その当時はまあ8年前ですからね、折り返しのルールとかありませんでしたから、行けるところまで行ってしまったと。新しい時代はエアロセプシーに任せとけ。今運命のテイクオフ、よし、美しい。今スタートラインを何だと言われました。いいぞ。しかしあの対岸を狙った時よりスピードは上がっているような感じがしますが。そうですね、今あの追い風気味で飛んでますから見た目は速いですね。ぐん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 と距離を伸ばしていっています。しかし今回は距離ではありません。1キロ先にあるマークを旋回してここに帰ってくると、そしてその時間がどれぐらいなんだという競技であります。今そのオレンジのポールに向かってチームエアロセプシー中山博之選手が徐々に徐々にとその目標を捉えるかのごとく迫ってまいりました。高さを十分に保ったまま、いい感じですね。綺麗な経験。さあ右サイドから今1メートルの風が1キロ付近、このポール付近はあるという情報が入ってまいりましたが、さあこれを超えた時点で超えましたね。さあ今旗が振られました。今1キロ通過いたしました。ここから旋回開始であります。ここからが熟練校の技の見せ所。あ、旋回してますね。中山博之旋回出てます。どうでしょう、高さは十分だ。エアロセプシーはそうです、対岸という歴史の扉を開けたチームであります。あのかなり慎重に飛んでますね。あ、大きく大きく旋回しています。手堅く戻ってきますね。綺麗に旋回してますね。おお、いいですね、いいですね。おお、機体がこっちに、うわー、向きました。これはもうしっかり戻ってますね。プラットフォーム見えてるんじゃないでしょうか。ポート十分。さあ今折り返し地点、折り返し通過。 3000m。 OK、 対岸にも行きました。そして旋回も極めました。中山博之46歳、8年前の感動を今一度私たちの前に見せてくれます。チームエアロセプシーのためにこの30回大会はあったのか。ようやく戻ってきました。あと少し。素晴らしいです。かっこいいね。ゴールラインがもう完璧に見えてる、ね、エアロセプシー、その水面からの高さは全く衰えることがありません。ナイス。なんというスタミナ、テクニック、なんという期待だ。
いや、あれは高度を落とすためにわざと舵を使った。ここまで進化したぞ。ナイス。もう3度目拍手喝采割れんばかり。素晴らしい。やりましたね。距離との戦いから時間との戦いという鳥人間の新たな歴史に今年初めて挑んだバードマンたち。ただ空を飛ぶだけでは物足りなくなった。新しき道の開拓者たちに栄光あれ。何も立てませんでした。現在のトップはチームエアロセプシー。その記録は7分2秒61。この記録を塗り替えることができるのか。いよいよ琵琶湖史上最速の機体が登場する。人力プロペラ機タイムトライアル部門最後のフライトです。大阪府立大学堺風車の会、パイロットは大塚幸男さんです。ディスタンス部門では15キロフライトしたチームであります。高速型の飛行機でどれだけちっちゃい旋回半径で戻ってくる、そこですね。大阪府立大学堺風車の会、その風車が回り始めました。ヘドベーン、このチームにとって問題ありません。1万メートルフライトはもう当たり前となっております。さあ力を持って今度はタイムトライアル。さあ風車は回る、風車が回る、いい感じです、いい感じです。ポールの真ん中狙いだ、ポールの真ん中狙い。さあもうポールは目の前だね。さあエアロセプシーは1キロを2分10秒97で通り越しておりますが、GPS の画面でお分かりいただけますでしょうか。真ん中のポールを狙っています。これは早い早い。今そのポールを左に見ながらこれを回ってくるんでありましょうか。真ん中狙いだ、最短で行こうとしているぞ。さあ、あまり急ぎすぎるとあれですよね。今1キロを通過しました。32秒91、早くチームエアロセプシーの記録を上回っております。さあここから旋回、テクニックだ、今度はテクニック、スピードだけじゃないテクニック。さあポールを、おっとエアロセプシーと同じようにポールを2つ巻き込むような形で今旋回を行っております。今旋回を、あ、今旗が振られましたか。トップよりも1分57秒。うわーすごい、あのエアロセプシーの記録を2分近く縮めている堺風車の会、完膚なきまでに叩きのめす。まさにその言葉が現実のものとなるのか。さあもうプラットホームが見えているのか、もう見えているか。鈴木さん、素晴らしい、最高のフライトじゃないですか。素晴らしいです。ボートよりも速いぞ。いいぞ、大阪府立大学堺風車の会、ゴールがあと3こぎ、4こぎ、5こぎぐらいのところまで。タイムトライアル部門優勝はチームエアロセプシー。